はい、皆さんどうもこんにちは、ミントスです。というわけで今日はピノコイやってまいりましょう。それではスタート。あの日私は恋をした。思ったのは特別な人、いやなんかもう後ろにチョコレートプリンみたいなやつ映ってるけど、どう見てもとても冷たい人、でもとても温かい人、いやどっちなんだよ、凍結魔人か何か。だから私はあなたを思うけれど、思うだけでは我慢できなくなってしまった。だから行動に移そうと思う。どんな結末になろうとも絶対に後悔しないように。あ、そうだね。ちょっとあの音声の方ね、あのスマホから直撮りしてるのですいません、ちょっと音悪いです、申し訳ない。1日目、放課後の教室でまさか彼と二人きりになれるなんて。おい、ペンが止まってる。はい、かっこいいじゃんピノ。クラスメイトのピノ君、私はずっと彼に密かな片思いをしているけれど、俺は早く帰りたいんだ。なんでそんなこと言うのピノ、悲しい。ピノちゃん、ミントさんとはなんでフルボイスなのこれ。と彼、私にとっても冷たいんだよね。そんなピノ君と塩の掃除当番になって6日間、放課後二人きりになることに、これは神様が私に与えてくれたチャンスだ。おこ、絶対ピノ食い切るだろこんなの、6日間待ったら。彼が冷たい理由を探ってその心を溶かしてみせる。そしてできれば養母になりたい。私は勇気を振り絞り口を開いた。そっち手伝うか。ああ、すいません。自分のことやってろよ。確かにピノ君はそっけなく離れていってしまった。でも少しだけ話せた。いや本当に少しだけだけどね。この調子で頑張ろっと。2日目、ピノ君が当番終わりにちょっとしたアクシデントがあった。なにこれ、なんか漏れちゃったんだけど。彼が台から落ちて怪我をしたのだ。いやだった。私は思い切って彼の隣に座ってみた。悪かったな。悪かったな。いやもう心配したんだよピノ君。ピノ君は立ち上がってトップを向いてしまう。やっぱりまだ冷たい。いや冷てえだろ、もうずっと冷てえよこいつは。どう考えてもよ。心配ぶったりするなよ。いや心配してねえけど、お前アイス割れてねえか大丈夫か。何分かってほしいの、なんだろこいつ。ピノ君はぼそりとつぶやいた。私が言葉を失っているとピノ君はなおも突き放すように言った。え、何言ったんだろう、気になっちゃうこれ。お前と違ってアイスなんだ。いや見たら分かるわそんなもん、どう見ても分かるやつおる、逆にこの状況で。難しい問いかけにしばしうなってしまう。うなるな、うなるな、下を向け、下向いて、なんでうなんねんここで。私が出した答えは、私アイス好きだな、気にしてたんだね、羨ましいよ。いや羨ましいよ、意味わかんねえよ。アイス好きだけどね。そうかよ。え、なに、大丈夫ピノ、溶けない、これ大丈夫。一粒食うか。いやお前一粒、いや一個しかねえだろお前、消えちまうぞお前。え、なんでどっから出したお前。ピノ君は照れたようにうつむきながらピノを差し出した。ピノを一粒食べよう。なに、あ、6つか食べた成果なんだ。ピノ君は消えたのか肩をすくめた。ちょっと意地悪で言っただけだ。やだ、意地悪されちゃったの、もしかして。悪かった、ありがとう。何照れちゃってんの、頬染めちゃって。保健室はついてくれていいよ。申し訳ない、そう言ってくれた。ほんの少しで彼の心を溶かせたのかな。ミントスビーム。3日目、私はピノ君とは幼馴染だから通学路は同じ道、当然離れて歩いてるんだけど、街を歩くピノ君に少しでも近づきたくて、私は一生懸命の林になってた。そうだね、よかったね。ふとピノ君が足を止めて分かれ道の片方を指さす。じゃあ俺んちあっちだから。どっち、いやいや、え、冷蔵庫か何か。雨が降りそうだから急いで帰る。いやお前も急いで帰るよ、溶けるの出ないと。え、
別れるのは少し先の道のはずなのに、どうして？きっとピノ君は意地悪をして私を突き放したいんだろうけど、負けるもんか。なんだよ負けるもんかって。本当に私は口を開いた。また今度ね、傘二つあるか貸そうか。ピノ君の家に行きたい。雨とけよ。いくら雨降りそうだかって、やめとけよ。なんで？冷凍庫の身に寒いぞ。いや冷凍庫だろ、どう考えても。逆にそうしてピノ君は私と別れ、違う道を歩き始めた。じっと彼の背中を見つめていると、ふと彼もこちらを振り返ってくる。え、振り返っていったの？なんで？目が合った瞬間、彼はぷいっと私に背を向けた。私嫌われてるのかな。冷たい態度に胸が切なくなる、なるなるなる。4日目、今日のピノ君はおかしい。突然教室から走り出してしまった。必死に後を追いかけてたどり着いたのは体育館の用具室。一体どうしたんだろう。ピノ君どうか、一緒に帰ろうよ。外からクラスの女子たちの声が聞こえた。どうやらピノ君を探してるみたい。やばい、静かにしてろ。やだ、ちょっとピノ君、ピノ君当たってる。突然急接近していたピノ君、こんな閉鎖された空間の二人なんて。私はだが断る。なんでやねん。一緒に隠れる。女子たちを呼ぶ。一緒に隠れるが正解。いいよ、ピノ食べながら隠れるぞ。なんでやねんお前。なんでやねん、なんでやねん、ほんまに。巻き込んで終わり、巻き込んで終わり。あ、待って、今なんか間違えて連絡しちゃった。今私はピノ君に手首を掴まれた。強引にトイ箱の中に連れて行かれる。最近隙間通われてて、夏で暑くなって食いたくなったんですかね。見つかったら当番どころじゃなくなる。そうだね、顔が良くなっちゃうもんね。ピノ君がこそっと教えてくれたんだけど、あまりの近さにドキドキして、私はそれどころじゃない。だったんじゃない。ピノ君は飛び箱から出た。ようやく気持ちが少し落ち着いてくる。それにしてもやっぱりピノ君ってモテるんだ。そうだよね、私はクラスの人気者。あ、彼は二人きりの時間は奇跡みたいなもの。私はクラスの人気者の曲だ。あれだったな、自意識過剰丸だったわ。じゃあ俺帰ろう。なんで一緒に、一緒に帰ろうよピノ。ピノ君は私の方も見ずに去っていく。結局今日も新茶がないままだった。もうすぐ当番が終わっちゃうのに、私なんか寂しい。5日目、帰り道、私の前をピノ君が歩いてる。ピノ君との距離を詰められない。ピノ君の背中が遠いまま、まるでパッケージに入ってるみたい。そこでふとピノ君の異変に気づく。肩が落ちて元気がない見える。角が取れて溶けたとかそういうことじゃなくて、今日は日差しが強いな。日差しが強いんだ。ピノ君は愚痴を漏らすみたいにつぶやいた。まあアイスだからね。確かに温かいアイスはもうアイスじゃねえよ、そんなの。もうソースだよ。そう言ってる。まあそりゃそうだ。なんとかピノ君を元気づけたい。私はピノ君に届くようにお腹に力を込めた。お腹に力を込めた。お腹キンキンに冷えてるの最高。実は少し溶けてた方が美味しいんだよ。熱いなら水を飲む。いや答えはこれだ。そんなことはあるんだよ。俺の込みだったのか。そうだよ。そんなはずない。試しに一粒食べてみろよ。食べていいの？早く帰らせてくれ。なんで？溶けてしまうことを恐れてか、ピロ君は走って帰ってしまった。それはいつも冷たいピロ君だったけど、私はもしかしてと予感を抱いた。何これ。何これ。本当に6日目、いよいよ今日は当番最終日。ここでピノ君と過ごして私は結論を出した。ピノ君が私に冷たい理由は、冷たい方がいいという思い込みから。思い上がりかもしれないけど、もしかして私を意識してくれてるのかも。そうかもしれない。やっと今日で終わるな。もう終わるの寂しいんだけどね。帰り支度をしているピノ君、このまま終わらせたくない。そうだよね、終わらせたくないよね、このままね。私はピノ君の心を溶かすために彼の前と立ちはだかった。ダダン。なんだよ、まだ何か用があるのか。あるよ。私は彼を溶かすために好きだと
水をかける、思い切ってキスをする、いや好きよりもキスでしょ、ここはもう。カリンは火を消して彼に歩み寄った。手伸びをしてカリンの頬に口づけをした。夢中、あいつの味がするなり。私の行動でピノ君は絶句してる。私も今更猛烈恥ずかしさに襲われて、それ以上何も言えずに言えそうと紹介した。待ってなんで待てないよ、恥ずかしいもんだって。ピノ君が私を呼び止めた。期待に胸が高鳴る。あのさ、これまで冷たくして悪かった。何デルタ、もしかしてだけ冷たいのなんて良くないよな。何いじめだった。え、私との6日間でピノ君も思うことがあったらしい。一歩だけ私に近づいてくれた。これからも友達でよろしく。うそー、読めはほど遠いけど彼の心のガード少しだけほぐすこと言った。これからもっと仲良くなるといいな。教室をそそくと出ていくピノ君を私は懸命に追いかけた。残りのピノを耐えてもっと開けられる。何どうやって、間違い探しってこと。え、何これ、え、かっこいいんだけどピノ君。グッドエンドなんだけど。ピノコイ、え、ピノコイ今撮って、はいはいはい、いやこれもう一回撮ってやってみようか。おい、電話、はいはい、すませんぞ。はいはいはい、これね、今日も冷たいんでしょうか。暑いから触ってもいいっす、一回。いやこれどうなんだろう、今日も冷たいねかな。そりゃ冷たいピノ。あ、やった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 、オーケー、はい、これでね、はい、はい、これで、お前は俺のこと、アイさんだよね、はい、羨ましいようにする、羨ましいようにする。俺の何が勝手なこと言うの。あ、待って、保健室までついてきて。あれあれ待って、間違えたかも。雨が降りそうだ。あ、オッケー、急いで帰るぜ。オッケー、これはまた今度ですか。風邪ひくなよ。あれあれ、下がった。待って待って待って、え、結構難しいんだけど、攻撃。あれは、あ、これね、はい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 。え、これさ、え、むずくない、これ結構。はいはいはい、あ、少しで溶けてるやつね。はいはい、これね。帰らせて。オーケーオーケーオーケー。やっと今日で終わるな。なんだよ。はいはい、ここでね。まだ何か用が。はい、好きだとね。こと。私も。好き。待ってくれ。待ってくれね。いや、ごめん。やな。ピノ君は引っ越しが決まっていたらしく、転校したと聞いた。残りのピノ。え、これバッドエンドじゃん、これ。嘘。ピノコ。だって嘘。難しいんだけどこのゲーム。嘘。ちょっと待って。俺取って済ませるぞ。オッケーオッケー。今日冷たいピノ。オッケーオッケー。それ一個もらって。悪かったな。心配。お前は俺のこと。オッケー。お前と違ってアイスなんだぞ。私アイス好きやね。そうだ。オッケー。来た。アルプマン保健室までついてる。さあここで？さらに？じゃあ雨が降りそうだから急いで帰るよ。傘二つあるか、仮装かにしようか。オッケー。いいのか。俺は苦手だから。サンキュー。俺にこれ。くれるんだ。モグマ。じっと彼の背中を見つめていると、ふと彼もこっちを振り返ってくる。目が合った瞬間、彼はプイッと私に背を向けた。私嫌われてるのかな。いや絶対使ってる。来た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 。やばい、静かにしろ。これは一緒に隠れね。オッケー、巻き込んで悪い、見つかったら。よし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 。じゃあ、はい、これで、はい、ここまでオッケー。今日は日差しが強いな。オッケー。あれ、お前当番頑張ってるから。ピノかピノかって
ってる？半分こしようよ。お金しよう。半分。あれ？な、変わったんだけど、ここ。待って、見てなかった、今。ちょっと？ちょっと待って。見てなかった。ちょっと待って。半分こしようよ。そうだな。リノはみんなで分けて食べやすいから。うん。シェアする。そうだよ。ぴったりだよ。はい。俺、朝怖いんだ。え、そうなの？たまに、こうやって冷たいものを買わないと。溶けない気がする。そんなことない。ピノ君は苦手をうがいてみせた。そんなに溶けることが怖かったんだ。彼は冷えた状態にするためにいつもクール振る舞っているのかな。私はもしかしてと予感を抱いた。来た、6日目。やっと今日で終わる。今日で終わるね。うん。なんだよ、まだ何か用が。私は彼を溶かす前に思い切ってキスをする。うちゅーん。背伸びをして彼の頬に口づけした。ごめんね、ピノ君のこと。頬を奪っちゃった。私の行動でピノ君は絶句してる。私は今さら毛利さん恥ずかしく襲われて、それ以上何も返せずにね。待てない。ピノ君が私を呼び止めた。期待に胸が高まる。ピノ君が決意したように口を開いた。アイスだから。え、アイスだから。お前の前じゃ冷たい方がいいと思ってた。ああ、そういうことなの、やっぱり。でも、お前のおかげで気づいた。え、気づいちゃったの？実は、ちょっと溶けてるくらいが一番美味しいんだ。出なきってやつ？これ。ピノ君は、私にぐっと近づいてきた。好きだ。え？私、今告白されたでござるか？真正面から、思いを伝えられて、胸が朝で満たされていく。そしてそっと口づけてくれた。幸せのキスで私の方が溶けちゃいそう。チョコとバニラがマリアージュしてなんだよそれ、おもろいけど。口溶けは前だけのものだぞ。なにこれ、この言葉ピノには言われたくねえけど、めちゃめちゃいい言葉。ピノ君と私は手をつなぎ帰り道を並んで歩いた。私は笑顔を向ける。少しだけ溶けて甘い私の恋人に。いや大丈夫か、溶けてなくなるんじゃないか。最後一つ食べちゃっていい？負けー。え、私可愛くない？ピノ恋、ピノ恋ハッピーエンディングでした。いや、なかなかしっかりやってましたね、これね。というわけで皆さんもぜひこのゲーム面白いと思ったら、よければ高評価お願いします。それでは皆さん、またよかったら見てください。ミントスでした。あなたもピノに恋をしてみたいですか？でも恋をするじゃご注意よ、彼は溶けてなくなってしまうかもしませんからね。またね、バイバイ、せーの。